はい、どうもー、ナビチャンネル、たけちゃんです。おはようございます。10月15日、イベントの日でございます。南相馬市鹿島区のね、三条祭なんだけど、そのあいにくの雨でね、これ。で、昨日の夜の時、設営してたんですけど、テントの方ね、ちょっと、朝の間、雨っぷりなんで、配置図を変えまして、バタバタとみんな手伝ってもらってね、テントの方移動したいと思います。ちょっとカメラ回してらんないんで、もう、設営したテントをね、開会式始まる前に移動しちゃいます。はい。じゃあ急いでやってきます。はい。はいよー、雨だいぶ強くなってきたんだけど、あ、まんま。うちの作業も。おい、ちょうど作業も水たまりだな。なんともしかねえな。やだな。とりあえずね、テントの方はね、一時動かしてきたんで、はい、ちょっと待って。はい。一本に配置替えしました。あとはちょっと設営、バタバタやらなきゃダメなんで。また後でやりましょう。はいよー、じゃあね、はい、無事に設営の方もね、完了しました。移動ね。はい、はい、役所の方もね、一生懸命手伝ってるで。あ、お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。本日もお世話になります。こちらこそよろしくお願いします。いつもね、設営から何から誘導からお世話になりっぱなしで。はい、こちらこそ。はい、雨の中で。はい、どうも。はい、でね、無事にとりあえず産業祭にもね、開催できそうなんでね、よかったと思います。まあ、雨は降ってるけどね、お客さん集客どのくらいなんかね、楽しみにやりたいと思いますね。じゃあ物も作り始めないと間に合わないんで、物作り始めます。はい、はいよー、じゃあね、はい、雨の中ね、無事に産業祭開催してるんですけど、お客さんもだいぶ出てきてね、はい、にぎわっておりますね、おかげさまで。あ、どうもこんにちは。じゃあ、どうも。どうしたのおめぇ、蛍光緑の頭してったおめぇ。気合入れてきた。気合入れて、気合入りすぎだべおめぇ。なんか青かけ入ってるみたいな。痛いっすよね、痛い男っすよね。いい年くんね。そんなことで、みんないい年くんで下手人多いから。たけしくんのから。いやいや、俺まあ間違いじゃねえな。今日何、手伝い行こう。今日は、うん、商工会。青年部な。はい、商工会青年部で来てます。頑張ってんな、いつもな。これいいよ。雨なんこれいいよ、目立つよ。あざっす。いいね、いいね。まだ俺も頭いじくりに行かねえとな。待ってます。はい。どこでいいんだ、青年部。青年部、体育館の中で、うん、なんか、輪投げみたいなストラックアウト的な感じでやってる。はいはいはい、イベント関係ね、いろいろいつも手伝ってきたね。お世話になってます。はい。はい、俺いつもお世話になってる床屋の先生でした。はい、佐賀の美容所よろしくね。よろしくお願いします。じゃあどうも。はい、どうも。はいよー、じゃあね、はい、みんなでね、せこせこお仕事してましたら、はい、無事のしんちゃんやってたら、しんちゃん。あ、どうも。はい、どうも。今日仕事だめだ。仕事じゃねえ、今日電話した別に。え、電話した別に。なんで電話来た。え、遊びに来たか。本当に遊びに来たな。来た。え、クッペそりゃおめえ迷惑極まりねえな、おめえ。仕事も手伝わねえで。何来んだ。何、え、だ来たらもう手伝いだ、おめえ。とりあえず雨の中、はい、しんちゃん遊び来てくれたんで、ちょっとかまってやります。ジャンバタで行った。遊んでやっからよ。俺が遊んでやる。ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、産業祭もね、今お昼過ぎてね、長野イベントやってるんで、ね、体育館の中とかね、お客さん結構入っておりますね。はあ、今イベント始まって長さ人を引っ込めたな。はい、みんな頑張ってやっておりますね。で、こっち、はい、こちらのテントは鹿島観光協会さんだね。観光協会さんもね、こういろんなものね、これなんだ、これうまそうだ、かわいい姉ちゃんになっとって。はい、こんにちは。あ、どうも。なんだ、うずぐせな。うずぐせな。え、これ何？これ何？これ焼き芋の上にカスタード乗せて炙ってるような感じ。こんなことやるようになっちゃったんだね。え、常にやっぱ韓国は進化してるんですね、これ。へえ、美味しそうだね、これ。あ、焼き芋なんだ。あとはこれ地場産品の梨ジュースだね。これは結構前からなんだよね。はい、ね、鹿島の目玉商品の梨ジュースでございますね。あ、これも売り始まったんだ。これ年間数量限定なんだっけ。そうです。ね、はい、今年は大体700本ずつ。あ、はあったんだ。でも700しか取れなかったんだ。貴重なジュースですね。お客さん来たわ、邪魔になっちゃう俺。はい、まあ、こんな感じでね、地元の、ね、物産品なんかもね、一応売ったりなんだりしてますね。まあ、よその業者も来てくからな、あとちょっと見に行くか。はい、また。はい、はーい、じゃあね、今ぐる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 見てたらね、地元のお店屋さんね、はい、
お水屋さんなんですけど、はい、あ、どうも、いつもお世話様、同級生の若松くんです。あ、どうもお世話様です。保育園からずっと一緒なんです、私。こっち優秀な同級生、こっちダメな人。とんでもございませんよ。で、うちのゆうたくんがなんか味噌作りコーナー、体験コーナーなんですね、これね、教室で。今ゆうたくんが作ってみたいってことで、あの同級生にレクチャーをお願いしようと思って連れてまいりました。あの、そうですね、真面目にやって、真面目にやりますよ。ああ、いいですよ。ゆうたくん、これ何だか分かる？あ、正解。そう、これ米なんだけど、ちょっと違う。これはあの麹といって、あの発酵食品の元になるもの。発酵食品、例えば身近で言うと何だろう、お漬物とか日本酒とか、その手のものなんだよね。ただ元々は米です。これゆうたくん食べてみて。やべえな、米麹を食べちゃいます。ちょっと食べてみて、味するかな。何味？しょっぱい。しょっぱいよね。しょっぱい。そうです。これはあの麹なんですけども、味噌の原料は大豆と麹と塩です、これあらかじめこの当店製造の米麹の中に塩をまぶしてあります。あ、はいはいはい。で、これはこれからですね、この家で煮た煮大豆とこの塩切り麹をこの袋の中でミックスさせます。おお。で、つまりうちの味噌作り教室っていうのは手を汚さない味噌作り教室。あ、手汚れないですね。できます。なんだこれ、手汚れから半袖できるって、寒いのに半袖できるって。余計な心配だったな、これ。あ、了解了解、すごいね。私、一応味噌製造一級級の締め、はい、一応、はいはい、一緒に作ります。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ゆうた、頑張ってやってな。じゃあ、ここ持って、しっかり持って。お、まずですね、これをこの袋に、はいはい、じゃあ、べー、いいね、いいね、おい、いっちゃいっちゃ。そして、この2台、ゆうたくん、この大豆もちょっと食べてみて、一つ。どうだ、豆だべ、豆だべ。大豆です。冷たいね。そう、そしてこの一応大豆もですね、国産原料の大豆を吟味して使っております。肌の粒張りいいもんね、やっぱね。やっぱりいいですよ、ね、あと、ふわっとした味がします。やっぱ匂いが違うんですね。あ、匂いがね、やっぱ国産は違うよ、全然。やっぱタンパク質の成分がちょっと多いので、多いんだ。そのものが旨味につながる。さすが一級士。お、これをですね、お、今はあの見ての通りこういう風に茶色と白がこう分離してる状態ですけども、はいはい、これをですね、ひたすら潰します。あとは潰して、待って、あとは潰すだって言った。ゆうたくん、ほら、やった。もうここはね、コンチャントの共同作業だ。これが本当の手作り味噌だね。これは楽しいでしょ、これ。田中君が。ちょっと混ぜ混ぜしてね。そしてよく、その後ね、もうぐーっと混ぜ混ぜして、どん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 潰していくぞ。潰していくぞ。あんまりやると疲れるんで。そうそうそう。ゆっくり。本当はこれ今機械とかでやるんでしょ。手でやるわけじゃない。会社では大体チョッパーでやってるんで、機械でビーってね。ミンチにするような。ミンチの機械で。それで一緒に混ぜ合わせてます。そうですよね。はい。なかなかこの手作りはやんねえよ、言うたわめ。まあ、そうですね。本物だぞ、これ。手作りで。じゃあ、これちょっと尺長くなるんで、あと一生懸命2人で潰してください。じゃあ、息子をよろしくお願いします。頑張れじゃん。じゃあ、ゆうたくん、頑張ってください。じゃあ、ゆっくりやろうな。はい。じゃあ、あとは二人に勝手にやってもらいます。はい、はいはい。じゃあね、雨の中外歩くの嫌なんで、こうテントをまたいで隣の子です。はい、あ、どうも、こんにちは。いつもお世話になっております。いらっしゃいませ。はい、どうもどうも。河野倉さん。河野倉です。はい、地元南相馬市のね、はい、6号線沿いに河野倉さんで漬物さん。はい、漬物でございます。はい、店長の岩井さんです。はい、岩井と申します。あ、どうもどうも、いつもお世話になってます。いらっしゃいませ。美味しい漬物、いつもご相談してます。ありがとうございます。どうも、こっち出店ですね。そうなんですよ。こっちの看板商品はこの相馬きゅうりです。これは古いですからね、もう、はい、俺のもう子供の頃からの。そうですよね。ね、どこ行っても売ってますから、俺。ありがとうございます。もうすごいですよね。最近新商品もね、どん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 なんか。そうなんです。これは野菜の大根とかきゅうりとかの漬物ばっかりではなくて、はいはいはい、この最近ではクリームチーズの味噌漬け、味噌漬けね、
これもだいぶ人気なんですよね。そうなんですよ、おかげさまで。そう、これ酒のつまみにもいいし、はい、あと中身食べて味噌あるじゃないですか、はい、あれあのモロキュウとか、おあの人参のカット野菜とかに、おお、素晴らしい、うん、残りも全て食えるんですよね。ありがとうございます。俺よくこれあの晩酌で食ってるんですよ、この辺この辺、この辺いいお味噌使ってますので、ぜひ味噌まで食べてもらいたい。そう、味噌自体がうまい。そうなんです、そこが味噌。いやうまいな、なんで親父で来て、このおんちゃんなんか言ってるおんちゃん、親父ですよね。じゃあ伊勢さん、親父じゃなくて、いつも親父じゃなくて、雨の中ですけどね、そもそもちょっと寒いっていう、ね、この人はこの倉さんが個人的に取り引きたかったんだけど、あ、ぜひぜひ、なかなか時間合わなくて、うんうんうん、あのもう本当にもうウェルカムですね。しょっちゅう取ってるんですけどね、俺俺あ、ゆっくりやってきますんで、ぜひお待ちしております、はい、じゃあ、 あの地元のね、あの漬物屋さん、はい、ぜひ機会があったら行ってみてください。ありがとうございます。南相馬市鹿島区の6号線沿いにありますから、すぐ目立つんですぐ分かりますから、ね、三角の屋根です。そう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 、あれね、変わらなくなるとき大変ですもんね。そうなんですいやでこんなんだから、こんなそうなんです、まあ、気になる方はぜひ行ってみてください。はい、ぜひお待ちしております。はい、どうもおはよう、以上に、はい、味噌作りコーナーに戻ってまいりました。ゆたきゃん、お疲れ様です。はい、若松さんと一緒にね、味噌をごね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 して、はい、こんな形にね、はい、でゆうたくんここ押さえといてもらえます。いいねいいね、これを樽に入れます。じゃじゃーん、はいよいしょ。おーゆうた、ちょっとパパ一回カメラ止めから待ってて、ちょっと一回カメラ止めますね、まだあとで。はい、あ、よう、ただいま戻りやさ。あ、ゆうたくん、はい、ほんでね、味噌こねこねしたのこのおけに入れてもらったんだよね。で開けてみて、ちょっとじゃじゃーん、はい、ゆうたくんがね、いったら見せてございます。で、これを次どうするかというと、はい、そうですね、はい、おっつめます。おっつめます、はい、これ、ゆうたくん、これ手やって、 SS がいいかな、多分。じゃあ、おんちゃんも今でやったら、おんちゃんに初めやってもらえば、そうそうだね、こうやって中にクッカッカッカッてやって空気を追い出します、追い出します、ね、そう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 、空気を追い出します、透かしてる意地で落とすの、さっさっさってゆうた、おめえ、みそっぺだ、みそっぺ、ペペペペペって言ったら、そう、空気を追い出します。発酵に空気は必要ないんですよ。ああ、なるほど。ただむしろこの酸素のもが原因で酸膜酵母っていうかぶれが発生しますので、うん、ただその人体には無害ですから、うん、取り除くだけで OK ですよ。へえ、はい、水の表面だけですから。了解、はい、でこの後はこの上にラップが何かあって、そうです、うん、でよし、小さいか、うん、大丈夫。じゃあ言うた後これちゃんとやってさ、ラップして完成になってからまた取るね、うん、はい、じゃあエア抜きしてください。殴んなくていいよね。はい、味噌に暴力振るってます。はい、はい、ほー、じゃあね、はい、ゆうたくんと若松くん平らにしてくれました、エア抜いて。はい、次は、はい、お願いします。サランラップ、はい、ラップでラップを貼って、しっかりと味噌の表面から空気を遮断します。はい、味噌の表面から空気を遮断、はい、遮断します。こう空気入っちゃダメなんでいいかな、はい、あんまり空気入るっていうのは良くないんですね。ちょっと見栄えが悪くなります。あくまで見栄えの問題です。いやー、やべえな、ゆうたのこれお味噌かっこええ、本当にあのきめ細かい味噌になりました、おかげさまで、ね、美味しそうだね、もう、あ、本当に美味しい味噌になると思います。これは確実になります。だってよ、美味しい味噌になるってよ、はい、頑張ったもんね。よし、じゃあさ、これをアルコールシュシュして、アルコールね、あとはこれね、味噌のラップしてもらって、なんか名前とか、これ味噌の名前つけるんだって。じゃあゆうた、こう自分の好きな名前つけて、味噌に。何味噌ゆうた味噌、あ、うん、今日の日付書いて。あ、日付大事よ。おほ、ちゃんと西暦で書いてます。え、違う、いいんだよ、いいんだよ、ちょっと違うけどな、まあ大丈夫、でもなんとなくわかる。2200さん、未来からやってきたんだな。未来からやってきたんだな。未来からやってきたんだな。なんかね、これゼロ逆だよね。ゼロ、まあ、若くからじゃない、 SF アニメみたいな感じする。いいよいいよ、そのまま次書いて。やばい、今日は10月15日だね。なんかいい感じする。未来から来たんだよ。未来から来た、未来から来た。はい、はい、次、味噌の名前何でもいいよ。え、
今なんか雨強くなってきてね、急ぐべ仕事してたらね、なんか変なお客さん来てこれ。え？おめえよ、みんな普通の傘差してたらなんでよっちゃんこのパラソルじゃねえかおめえ、それ傘じゃないの？違う、おめえ夏場以外でパラソル見たの初めてだぞおめえ。やばいなこれ、傘かと思ってたもん。いや傘じゃないですそれ。はい、同級生のよっちゃんわざわざね雨の中パラソル持って買い物してきました。やばいやつだ。まあ、ゆっくり見ててください。はい。やばい友達でしょ、パラソル持って普通にやるってからこれ。はい、はい、よー、じゃあね、よっちゃんの方ね今お土産買って帰るようです。あ、よっちゃんお疲れ。あ、お疲れです。安定のアメリカンドッグだな。これがうまいんですよ。あとはよ、南相馬市鹿島区産業最高、長い露店並んでっから。あ、ここに一通り見て帰りました。だから露店の一通り見て帰って。回りきれっからこれ。え、回りきれっから言ってんだな。とりあえず気をつけて。わざわざありがとうございます。どうも。じゃあありがとうね。はい、楽しいよっちゃんでした。はい。よー、じゃあきっちゃん、おい、何やってんだおめ、どうしたの？暴力振るわい。何？暴力振るわい。誰に？誰に？たけし。え、これ字が。何？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 顎が。いや、顎だけが。顎伸びたっけ、おめえ。顎伸びた。まあ、終わりだな。じゃあ、すいません、今日帰り。いや、帰さないで帰さないで。電車の時間だ。いや、電車じゃない。車、車。車、おめえのおめえ、一斉預かっていくからな、俺。一斉預かっていくからな、俺。車検切れるんで。え？何？車検切れるんで。切れちゃうのか？切れちゃうんで。いい、切れてもいい。電車帰るんで。ふざけんな。もうちょっとで終わりなんで、あと終わったらな。今中でよ、なんか投げ物がかかってんだべ、うん、みんないねんだな、うん、俺とケンしかいねんだから、みんな投げ物いっちゃったから。じゃあ俺投げ物って帰りますね。でも投げ物始まったとお客さんもいねんだからな。ああ、カズシ来た。はい、どうも。あ、もう寒そうだな。どうも。寒くねえか。寒い。だめ。頭が特に寒そう。寒い。寒いな。俺も朝からおめえよ、裸足でやってて、びちゃびちゃだめ。あ、やべえな、足引いてきたっけ、おめえよ。寒くてな。フライヤーに入ればいいじゃん。あ、いいな。あ、分かっちゃうか、おめえ。おめえ、素揚げが、たけしの素揚げ。とりあえず、今お客さんみんな、体育館なんか入っちゃったんで、あと、出てきて、帰り際お土産買ってくるかどうか。でも、大体さーっと帰ってくるんだよな。な、お土産買ってくるじゃねえやーって、野菜好きやってるとな。みんなさーっとメモをするよな。俺はそれについてくる。いやいや、今当たってねえ。とりあえず、まあ、みんな来るの待って大丈夫です。あと片付けとダラダラやっぺ。5時ぐらいだと雨ちょっと弱くなるから、雨弱くなるの待ってっぺ。でそれだけ帰ります。いやいや、帰ったら帰ってこねえべよ。はい。とりあえずあの時間、時のたずのを待ってます。はい。逃がすねえかね、おめえ。あ、よー、じゃあね、はい、無事にね、イベントのも終わってね、今度片付け作業ですね。はい、各自今、片付けに入っておりますね。まず、うちの方もね、本部とかあっちね、商工会とかあっちの方はね、大体終わったんで、あと個人で出店してる組はね、各自で片付けです。雨強くなってきたから、まあ、ちょっと様子見ながら片付けします。まあ、雨だったけど、なんとなくいい一日でしたね。寒いです。片付けしちゃいます。はい。あ、よー、じゃあね、テントの撤収の方も無事終わりました。本日は一番最高でございますね。みんな帰っちゃった。まあ、テントの張り数も一番多かったんで、準備、片付けともに分かりました。で、一回ね、家帰って荷物を下ろして、はあ、もう一回戻ってきて、車、ちょっと運転手の数が足りないんで、一回戻って、車だけ取りに戻ってきます。はい、はい、よー、じゃあね、とりあえず現場に置いてきたね、軽トラ今取りに行って持って帰ってまいりましたね。テント今日雨でビチャビチャだったんで、旗とかちょっとね、倉庫の中に置いてね、1日2日干したいと思いますね。いや、雨願ったら最高のイベントだったけどね。まあ雨だったけど、それなりになったんで御の字でございますね。とりあえず下ろしてしまいます。はい、
はいよー、じゃあね、はい、ケンちゃんも来たんでね、一緒にテント落としたいと思います。ケン、テントお前、干さねっかダメだな。え、テント、どっち行くから乾かすの、干さねっか、広げていくかダメだ。大丈夫です。なんで乾燥してる。何乾燥してるから乾燥。乾燥だって今、乾燥シーズンだから、うん、ふざけてんだよ。このままで乾くってお前、かぶれたらテント買ってこいよ、お前。いや、その時はその時。はい、ケンちゃんにテント干すべきだけ、ただいま乾燥シーズンだから、そのままでも乾くって言ってるんで、ちょっとケンちゃん信じてやってみっから、かぶれたらお水があんなめ。はい、とりあえず下ろします。はい、じゃあね、はい、荷物の方下ろし終わりまして、店の中入ってきた。さ、なんかゆうたくんがやっとるやつ。ゆうたくん何やってんのこれ。化石でやってたさ、なんかティラノサウルスの化石みたいなやつさ、いっぱい入ってんの、恐竜の化石とか。え、あ、それ今日射的の景品だから、なんかもらったんだけど、あのプロキオとか、なんかそういうらへんの、恐竜の化石が、ここに入ってる。俺とお前言うたよ、なんかすげえおかしいっぺんだけど、なんだこれ。全部お餅、お餅投げの時に取ったよ。何、投げ餅で？投げ餅。今回も投げ餅でこんないっぱい取ったの？あ、でもさ、これはあれだけど。あ、何、味噌？味噌は。これこれこれ。これは、あ、これはなんか景品だよね、なんかのね。射的、射的、お前射的やりすぎじゃねえよ、おめえ。まあいろんな店で買い物したからな。射的も私なんかさ、中で遊ぶやつでもやってたもんね。な、中にないぞ。ボール投げとか。恐竜、あ、なんかパパのお友達がゆうたくんボール投げすごかったよって褒めてたよ。そのすごかったの。出てきた。出てきた？うん。人の話聞いてんのかおめえ。聞いてる、聞いてる。おい、どうだ、うちの息子のこの反応。あ、聞いてる、聞いてるってさと。聞いちゃってったおめえ。な、まあとりあえず楽しんでてるんですよ、本人も。本日もね、雨の中無事に終わりまして、お兄ちゃんはまだ保冷車の荷物やってんのか、終わったのか。終わったと思う。まあいないんで、動画の方はここで締めますけど、いねえけどいべ。あ、今日も一日お疲れ様でした。うん、な、あとは28、29だな。どこ見てんだおめえ。どこ見てんだおめえ。いや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 、どこ見てんだおめえ。ちょっと関東風に行かないで。いやいや、いいよいいよ。いいですか。南相馬にいていいよ。とりあえず、ズームお疲れ様でした。はい、大事。大事、どうぞ。俺と一緒にいるとジマシン風にだな。はい、ボト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 すぎてな。悪化するんですよ。悪化するな。全てが。糖尿とストレスと、そっから来るジンマシン。そうだね。鼻荒れすごくする。いや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 、それ俺何くらくら。竹ちゃんって乾燥するんで。あ、今乾燥の季節だ。だからテントも乾かすもんね。とりあえず無事終わったんでよかったです。じゃあまたいつでも遊びに来てください。いつでも遊びに来てください。じゃあそういうことで本日もいろいろ楽しかったです。じゃあまた皆様いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。はい、おい、ゆうたくんも。はい、バイバイ。どれ？おお、いいな。早く恐竜の本で出せ。はい、バイバイ。